めっちゃ怖え。電柱がゆらゆらしております。ゆらゆら、これどうすんだろう。どうしたん。ああ。今日は電柱をね、うちの近くにある電柱を工事するらしくて、普段は見ない車両がたくさん家の前に止まっているので、珍しく豆も警戒しております。一丁前に姉ちゃんの真似してんのか。これまで柴犬豆は甲斐春江の真似をして一生懸命家の周りを警備してはいましたが、吠えるのは風で飛ばされたビニール袋相手だったり、なぜか息子相手だったりと、ポンコツレーダーながらも一生懸命家を守ろうと頑張ってくれてました。息子が、警戒されています。もう何だかよくわからない。そんな豆がついに家の周りに見たことのない不審な車がいると吠えてくれました。いつも見ない車がいるからね。ちなみに仙台柴犬エミーは生前外の警備なんてほとんどしなかったので、豆がこうやってお外を見張るのは完全に春江の影響。春江から教えられたことを引き継いでくれてると思うとちょっと泣けてきます。お家の前はね、君たち二人が守ってくれてんだね。ありがとね。めっちゃ怖いんだけど。徐々に降りてきてる。徐々。ほら見てみよ、外。電柱が徐々に下がってきてる。うわ。あ、降りた降りた。よかった。家にはぶつからずに。なんとか。電柱ってこうやって変えんだな。すごい。見守ってる。数分後。すごい音ですね。わかんないね。どうやら電柱を切ってるみたいです。すごい音。ここで切って持ってくんだな。そりゃそうか。あんな長いまま持っていけないのね。大きい音には慣れてるので全然騒がない良い子たちです。今なっちってる。不審者には吠えるけど、お仕事頑張ってる人には吠えない春豆なのでした。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。